中東を歴訪中の岸田総理は、2カ国目の訪問国、UAE ・アラブ首長国連邦に到着し、ムハンマド大統領との首脳会談に臨んでいます。UAE は日本の原油輸入先として2番目で、会談ではエネルギーの安定供給のほか、気候変動対策や脱炭素に向けた取り組みもテーマになる見通しです。 UAE は2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを宣言していて日本の最先端技術に関心を持っているということです。